どうもシャピです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日もちょっと寝坊してしまいまして、朝の11時頃に起きて、でそれからトレーニングをして、で息を整えて、で今撮影してるんですけども、はい、早速ですね、まずは今日の、ジュースを飲みたいと思います。スイッチオン。ね、こういうスカする時もあるんですよ、本当に。ということで完成しましたので、早速いただきたいと思います。いただきたいってなんだ、いただきたいと思います。レモン酸っぱ、レモンライムで結構酸っぱいんですけど、オレンジとリンゴとの甘みでだいぶ中和されてる感じです。はい、聞かれた。よいしょー。ということで始めていくんですけども、本当に僕は常々最近思ってることがありまして、入ってくるのは無意識的、出すのは意識的っていう、ちょっと何言ってるかよくわかんないと思うんですけど、まあ簡単に言うと、気づいたら増えてるよねっていうことはあるけど、気づいたら減ってるよねっていうことはないっていう、まあそういう感じです。例えばこう人から何かもらったり、あとこうポストの中に投函されていたこう書類とか、まあ書類って言ってるのも堅苦しいですけど、必要かな、自分にとって必要かなって思ってる紙だったりとかっていうのをこう持って入ったり、人からこうどうぞって言われたものを断るのもちょっと失礼じゃないですか。なのでまあこうありがとうございますって言ってこうもらったりするんですけど、まあそんなことやってるうちに気づいたらですね、やっぱりこう増えちゃってましたね。まあ、詳しくお見せできないんですけども、大体こんな感じで、はい、散らかっちゃってます。で、そういえば、最近なんか定期的な断捨離であったり、掃除をすることを、もうサボってたというか、なんか、もうトゥードゥタスクを処理することに、こう真剣になっていたので、そう、タスク処理に関してもちょっとなんか、わかる方いたら教えてほしいんですけども、なんか終わんないですよね。まあ、そんな感じでそっちのタスクを優先しているうちに、なんか掃除だったり、その片付けっていうのがちょっとサボってました。はい、なのでそれじゃちょっといかんなと、もうほんと意識が取られまくってるんですよ。もうどうしようかなこれみたいな。なかなかこう集中できなかったりするので、なので今回ちょっとこの今から1時間ほどですね使って、動画自体はもしかしたら10分ちょっとに、ね、収めるつもりですけど、うん、まあ今から1時間ぐらい使って出かけるまでですね、今日はちょっと3時から用事がありますので、2時まで、はい、2時までちょっと、定期的な断捨離とやるっていう動画にしたいと思います。まあ、誰得の動画だよって感じにするんですけども、多分、この動画を見てるあなたも、まあ、スッキリしてくれるんじゃないかなっていう、まあ、一緒にスッキリしましょうみたいな、そんな動画にしたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、じゃあ早速行きます。ドラちゃんはね、これチャンネル登録者数が1万人いた時にプレゼントするやつなので、これは、撮っておきます。はい。で、これは、これからちょっと湿気の時期が来るので、で、僕前品川に一人暮らしをしていた時があるんですけど、もう3、4年前なんですけど、その時に、部屋の全部カビちゃったっていう事件がありました。もう靴から、服から、カバンの中から、全部カビたっていう、そんなトラウマレベルの経験がありましたので、僕はもうそれから毎年、もう湿気の時期がなる前から、こういうですね、湿気のやつを置くようにしてます。はい、なのでちょっと買ったんですけども、そのまま放置してましたので、ちょっと今からセットしちゃいましょう。はい、でこれをまあここら辺に適当に入れておきます。よいしょよいしょっと、よいしょっと。で、このゴミはこっち。これはなんか母親からもらったもので、なんか節税する必要があった時になんかこれ使ってみたいな感じでもらったんですけど、うん、あんまり意味なかったのでこれ捨てます。でこれはちょっと必要な書類だったりするんですけど、これ別にスマホで撮ればいいし、よし、でこの書類も、よし、でこの書類も、よいしょ。でこれは EMS 伝票なんですけど、これ後で使うので、このカバンの中に入れておきます。でこれなんですけど、これはちょっと話すと長くなってしまうんですけど、これ何かっていうと、このマンションになんか光回線を開通したので、なんかこれ使えますよっていう、まあ、そういうお知らせなんですね。で最近これ僕このルーターとこの
iPhone のデザリングを使って、もうインターネット通信やってるんですけど、最近この UQiMAX の使い場所が分からなくなってきたっていうか、もう本当に早く通信したい時っていうのはもうこのデザリングをするし、外に出たらこう Wi-Fi を使えるカフェを狙い撃ちしてそこに行くようにしているので、まあ、もしそこに行けなかったとしてもこのデザリングでなんとあの普通にパソコンで仕事できちゃうので、でこっちはなんかもうすごい早そうっていうか、こっちだいたいアップロードに 1.2Mbps ぐらいなんですね。でもこっちはカタログ値の 100Mbps 近くまで出るそうなんです。そうなので動画アップロード用、そしてもうネットマジでし放題ように、この UQiMAX じゃなくてもうこっちの光ファイバーの方をあの契約しようかなというふうに思います。今までちょっとこのスマホ1台でっていうことをやってたんですけども、このライブ放送の方もちょっとブラッシュアップできたらなと思って、ちょっとこっち申し込んでみたいと思います。なのでまずはちょっとこっちの解約からやってみたいと思います。お電話ありがとうございます。あ、もしもし。はい、失礼いたします。なんか今ヤマダエアモバイルの解約窓口がめちゃくちゃ混んでるらしいので、あの後ほどあの折り返し電話が来るということです。はい、うん、じゃあその待ってる間にこっちを申し込もうと思ったんですけど、こっち申し込んでる間にヤマダエアモバイルさんから電話が来るのもあれなんで、じゃあ部屋の片付けやっちゃいましょう。次にこれなんですけども、そうこれよいしょ、冬場はもう毎日ヘビロテで使っていたホットカーペットですね。これも大学の時から使っていて、もう8年ぐらい使ってますから、ちょっと適当ですけど、だいぶくたってしてしまったり、こうなんかあの電源つけてもそんな暖かさが伝わってこなかったりしちゃったりするので、これもちょっとこう、はい、今シーズンで終了と、お役目ごめんと。で、こっちにはカバンがあって、あ、そうだ、これ手袋はもう必要ないですよね、これ100均で買ったし。はい、こっちで、こっちが経費関係で、うん、経費関係で、こっち大丈夫で、こっちは、なんかおしゃれ関係っていうか、なんか美容関係っていうか、うん、なんですけど、これなちょっともらい物だったりするんですけど、もう臭い匂いがした時はもうこのリセッシュが最強すぎて、本当にどんな匂いでも消してくれるので、僕はもう最近これ使ってるんですよ。なのでこれ使い始めてからもうこいつの出番が全然なくなっちゃったので、そうこれもじゃあこうですね、ちょっともったいないですけど、あとは大丈夫ですね。これ足に塗るあの足の匂い取りのやつなんですけど、これはもう僕の中で最強です。本当に1日持ってくれるっていう、もう僕はこれ最強ですね。あとは大丈夫そうです。はい、で、こっちはちょっとあの機材関係が入ってるので、これは必要です。はい、大丈夫。うん、まあ正直ちょっと気になってたんですけど、突っ張り棒なんですけど、用途が分からずずっと挟まってたって感じなんですけど、なんかこういうのって使えそうですよね。結局使わないからここに置いてあるんであって、必要だったらもう特に使ってるよっていうことだし。はい、なのでまあこれも、はい、こっちだ。で、ここら辺は大丈夫と言いたいところなんですけど、このチャンネル登録してまだ日が浅い方は、これ見ても何これっていうふうに思うと思うんですけど、前の定期断捨離の時に、これ一回捨てようとしてるんですよね。捨てかけたっていうか、捨てようとしたんですよね。こっちに送ったんですけど、そう。でもこれ純銀なので、ちょっとさすがに純銀断捨離するのはもったいないだろうっていうことで、これは磨こうとしてます。はい。磨く時間ないんですけどね。で、あ、そうそうそう、ドラちゃんどいてもらって、これ本当は3つあったんです。埼玉県大宮市にある増上寺じゃなくて東光寺っていうお寺さんで、なんかお盆じゃなくてお彼岸の時にちょっとこうもらったやつなんですけど、3つダジャレプレゼントさせていただきますと、1人1個応募してくださいねみたいな感じで言ったんですけど、ラスト1個が誰も欲しがらないっていう、この団子に関しては何かついてるでしょうね。ということでこれはこっちに、はい、ということで、まあ、ここら辺がだいぶすっきりしました。最高だね、ドラちゃん。これは後で、メンタルノート、これしまいましょう、普通に。そう、もうこれは本当に普通にしまいましょうって話ですよね。よし、すっきりしました。で、ここも OK で、これはレンズの蓋なんです。ちょっと。これはカメラのレンズの蓋なので、これは置いときます。これが、はい、これなんかの蓋。そうで、次はこっちなんですけど、これがモレスキンの、メモ用メモというか、まあ、ノートで、これが、年金の振込用紙です、まあ、今後必要なんですけど、置き場所がちょっと困っちゃってるって感じですね。でこれがまだ読んでないんですよ、読まなきゃっていうことで、ちょっとこの3つどうしようかな。じゃあもうこれは後でカフェに行った時に読んじゃいましょう。
もう本当にこう先人たちの知恵がもうギュ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 ッと詰まってるメモなんですけど、むしろこれはもう常に取り出せるようにここに置いとこうかな。まあでもとりあえずこれは本当どうしようもないからもうここに置いときます。こんな感じで OK です。でここら辺は大丈夫と。このクローゼットも、まあ、今は OK ですね、もうちょっと暖かくなってもう完全にダウンが必要ないって分かったらこれも、断捨離します。で、キッチンスペースはちょっと今これ洗ったものが置いてあるんですけど、こっちも特に不必要なものはないと。はい、ちょっとここら辺雑だな。うん、これで綺麗になったと思います。 OK です。はい、でこっちがん？なんだこれ。あ、これももらい物だ。なんか使えるかなと思ったんですけど何も使えなかったんで、はい、じゃあこれ置いときます。はい、よし、これで OK です。はい、で次はこっち風呂場なんですけど、これはまあここも何もないと。でここが玄関なんですけども、あ、そうそう、これあのチャンネル登録者数が7000人いった時に断捨離プレゼントするようなやつなんですけど、そろそろですねチャンネル登録者数が7000人いきそうなので、はい、これも手放す日が近いです。ちなみにこれマジで1回も使ってません。あのこれ1回もまあ入るっちゃ入るんですけど、ちょっと容量がいっぱいすぎるんでこれにしてから1回も使ってないんです。はい、そうなのでこれはあのそろそろ普通に断捨離プレゼントさせていただきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、視聴者をプレゼントで釣るっていうね、はい、やらせていただきますよ。こっちはとりあえずここは大丈夫ですね。はい、さっきのやつ置きました。ここはもう大丈夫です。全部必要なもので、これも必要で、これがゴミ袋用の袋、ちょっと今ここに溜め置きしてるんですけど、この中にちょっと見にくいんですけども、これとこれとこれはちょっとあのクローゼット用に、これここにあったやつなんですけど、今あの掛け布団がここの上に乗っかってます。でこの中にあったやつをこの中に移動させたんですよ。あのネクタイだったりヒートテックであったりっていうのをこの中に入れたんです。それでこれが空になったので今あの中にしまっていたんですけど、あ、迷ってしまいました。掃除の基本は迷ったら捨てでございます。まあそこはちょっと自分に厳しくいきたいと思います。これはネクタイだったりヒートテックが入っていて、まあ使うので必要で、これもあの靴磨きセットが入ってるんです。なのでこれはあの普通に使いますので、はい、これは取っておきます。で空いたところに、じゃあまたこれまた冬ね、よいしょ、これもここにと。はいはい、で次は玄関なんですけども、あ、ちょっとこの靴ね、はい、整えて、でなんかあの乾燥剤なんでちょっと乾燥剤買いすぎましたね。まだ開封していなくて、今年は必ず活躍してもらうので、でこれはこっちにしまっておきます。よし、贈るものなんで、はい、これは取っておきます。取っとくっていうか、もうこれは捨てちゃダメです。でこれカメラの充電器で、はい、 OK です。はい、という感じで、ね、部屋の中、あ、これゴミ袋です。ということでだいぶ部屋の中がすっきりしました。いや、ほんとゴミ捨て場があるっていうのもありがたいですね、本当に。はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。あの本当にこの動画を見て、あなたが見てくれてるから、まあ、このチャンネルがここまで続いてくるから、あの僕はこういう風にこう動画で企画として自分のだらしない部分をこうピシッと正すことができたなという風に思います。本当にあなたが見てくれるから、その僕を掃除しようっていう気になりましたんで、本当にありがとうございます。まあ、今回の動画を見てあなたがちょっとでもこうあの一緒にスッキリしましたという風になっていただけたら、あのぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。という感じで、まあ、これからもちょっと身軽なライフスタイルを追求&シェアということをやっていきますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いいたします。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。